どうしちゃったんだよロックスター。また GTO 内が壊れました。クイックアップデートにより物件オフィスが割引によって物件売却マネーグリッチがさらに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 ボロ儲け状態。このグリッチはスムーズに進むと1回約12分手こずっても20分。そんな感じでやっているとアパート3つの利益は前と変わらず1回150万ドルプラスオフィスの儲けがほんと半端ないって。アパート3つの利益は150万ドルで11月20日18時以前よりオフィス最高級持ってる人は一発252万ドル。1億ドル夢じゃない。準備を割引期間中に行ったとしても平均で172万ドル稼ぐことが可能。このグリッチの仕組みをよく分かっていない場合はアパート3つだけで稼ぐことをおすすめします。ヒロシです。ヒロシです。ヒロシです。そして11月20日、以前に持っていた人はボロ儲け1億ドル稼ぐのはたった40回、とにかく割引期間中はめちゃめちゃ稼げます。アパートは絶対できてるはずなんだけど、これね、アパートからまずやって確認ね、あ、OK、OK、価格がバグってるでしょ。ルート68って絶対45万2500ドルなわけがないのに、こうなってるってことは、はい、これでいくらプラスになる ?42 万5000ドル。42万5000ドル、次に。はい。2件目。46万4500ドル。いいね、いいね。で、次。負け犬サーバーは少ないとか概念ない。なるほどね。はい、次。52万1000ドル。稼げるね。オフィスができない人はこれだけでもいいと思うよ。で、今回は1のキャラに、この今日のアップデート前から最高級のオフィスを持ってたアカウントですね。だから、ここに2のキャラでね、安いオフィスをここで買う。何もつけずにね、買うと、多分140万プラスじゃないの。あ、だね。うん。だね。140万プラス。で、ちなみに140万プラスになるでしょ?で、またもう一回同じグリッチをやったときに、また売却の価格が200万ドルじゃん。で、今度はここ持ってるから、ここを今度買うことできないから、2番目の価格の、これかな ?186? あ、これか。135万ドルか。これか。次はこれを買うってことだね。あ、でも、あれだね。割引期間中だから絶対マイナスなんないじゃん、これ。ね。200の価格が移って135万ドルで買い直せるから、2回に1回稼ぐじゃなくなるってことだ。あ、なるほど。あ、これはいいね、これ。ちょっと待って、ここに買い足して150万ぐらいいくでしょ。52万4000ドル。あ、ポッキースイーツさん、こんばんは。昔々、エレジーレトロカスタムもらった気がするね。なんか動画の、なんかの途中、ライブだったから、なんだかで。これ、今52万5000ドルだっけ?次42万6000ドルプラスになったでしょ ?OK、次は、まあ、スターターパック持ってる人とか、そういうのは、あとオフィスをもともと高いのを持ってなかった人、1にね、これから準備しようと思ってる人だったらこのアパートだけやった方がいいね。46万5000ドル。そして1のキャラでもともと高級なのを持ってた人はここで2回に1回稼ぐ、平均して220万以上プラスになるっていうやり方で稼いだりするんだよね。で、期間中に準備した人は、なるほどね、140万稼げるってそういうことね。あー、なるほどね。やっぱりね、稼ぐ額はね、ちょっと減るね。うん。要は、今60万しかプラスにならなかったけど、これもともと、今60万ってバーンって出たでしょ。でも、もともと1のキャラに最高級のやつ持ってた人は、ここプラス140とか、ってなるんかな。高くなるってことだからね。うん。だから150万と60万、まあ210万で、多分
もう一回買い戻すときにマイナス出るから190とか180万平均して稼ぐみたいな感じかな、準備を今からやる人はね。キャラクターで用意するのはこれか、2番目にね、高い225万で何もこれはつけないと。これね、まあ、ややこしいからね、この辺つけない、うん、そう、CO がちゃんと分かってないと損っていうか、まあ損はしないかもしれないけど、その繰り返さないとマスにならない時あるかな。で、これ2のキャラクターはこれを用意する。で、逆に1のキャラクターには何を用意するかっていうと、じゃあ、切り替えでいこう。教えていこう。で、1のキャラクターに用意するのは、やっぱり高級なやつだけど、高級なオフィスってさ、高いからね。資金、55万ドルからじゃできなくなってる話になってくるよね、この CEO のねやつを使うとなるとね。で、 CEO の付属品の、まあ、宿泊施設とかああいうのは基本つけない、あの無駄になっちゃうからね、2の方ではね。で、この1の方のキャラクターには、一番高いのはいくらだっけ、600万ドルぐらいしたっけか、400万かな、装備つけなければ。で、本面キャラ1の方ではオフィスは、あ、ちょうどいいや、多分2番、ここしか持ってないから、ほら、ここね、この、おー、マジでこれなんだ、このおじいちゃんはどこ向いてんの。もうこれ、はい、もう一回教えますよ。ここでうちのキャラクターはこれして、これして、間違った、ダイナスティ8のこっちで、ここの400万だ400万、このメイズバンクタワー、これが一番高いから、多分下取り価格が200万になるのかな。それで100万のやつを買うから差額が儲かるみたいな感じだね。この辺は2のや1のキャラクターは別にこの辺つけても関係ないよね、あの影響しないから。まあ宿泊施設はあると便利だよね、この辺はね。でもこの辺、今動画の説明だとしたら、こんなのいらないから、これ400万ってして。で、これを用意する。だね。これが準備だね。1のキャラクターはクソ高い400万ドルの CEO オフィスで、2のキャラクターは2番目のやつかな。225万ぐらいのやつ買ったかな。で、オンライン2のキャラクター行って、スタイル変更して、金色くるくる出して、で、ストーリーのセーブデータ読み込んでやるか、リセット再起動だな。リセット再起動の方が確実にできるよね。
で、これね、1のキャラクターを2に切り替えますと。で、最後に、オフィスがいくら儲けられるのかね。はい、まずアパートから見るよ、アパートからね。これもちろんアパート反映されなくて意味ないから。これ安いやつ、安い順にあるでしょ、これね。じゃあ、2780-4854。ね、これね、今のお金ね。ちょっとなんか、忘れそうだからどっか書いとく。2780-4854と。ストーリー読み込むのはね、あ、反映されてる、大丈夫だ。ストーリー、オフラインに行ってからゲームでストーリー読み込みます。426,000ドル。で、次に、ここ。また安いの入れてみよう。465,000ドルと。OK。次、3件目。ね、でいくら52,200ドルと。で次に、オフィスか、オフィスの一番安いやつを買う。これかな、100万ドルかな、何も付属しないでね。でここで購入をするとなると100万のプラスだね、うん、ただ2回目の時は違うからね。100万にプラス、ここで100万でプラスってなるの。で2回目にやるときは結局この次にここ100万ドルのオフィス今持ってるじゃん。でそこに一番高い1のキャラのオフィスが値段の200万ドルの金額が反映されても結局そこからさ、なんだっけ、次に買い替えるためにここ買わなくちゃいけないから、だからマイナス25万ドルするかもしれないんだよね。そういうことだよね。次に買った時に25万ドルマイナスかもしれないっていう CEO オフィスの感じだよね。でまたやるときはこれスタイル変更させて、金色くるくる今出たでしょ。でまたグリッチを最初からやると。もうここの不動産は普通にもうこれ多分反映されてるはずなんだ。されてなかったら笑っちゃうね。これ大丈夫、これは大丈夫ね。んこれか、これ買って、オフィスがね、なんかねちょっと損する気がするんだよ。30万ぐらいマイナスしてた気がするんだよな。でも2回に1回稼げるっていう意味になるよね。2回に1回70万プラスかな、多分。ちょっと今買い替えてみるから。今もともとオフィスを2番目に安いところ、あ違う、一番安いところ持っちゃってるから、買えるのがこっちしかないってことなんだよ。でこれを買っちゃうと差額がマイナスなんだよね、多分ね。25万マイナスだと思うんだよ多分。ほら下取りがね200しかないから、ここでね多分ねマイナスしちゃうと思うんだよね。これメイズバンクの一番高いやつの
あれかな、装備めちゃめちゃつけるとこれ下取り200以上になるんかな、もしかしたら。まあ、全然装備つけてない400万買っただけってなったらこういう感じになっちゃうよって感じだね。その25万はマイナスしちゃうけど、次にもう一回やった時に今度はここを買うから実際100万しか使わなくて価格は200になってるからプラスになるみたいな感じだね。